んことんとこいとと、アシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は11月の18日木曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ルゼリアンあるある、イエーイ。バラ庭にイルミネーションを飾ったことがある皆さんありませんか？僕の動画を見てイルミネーション始めましたって言ってくれた方とかいろいろ出てきて、僕は嬉しく思ってますよ。だんだん冬に向かってバラがなくなって寂しくなるバラ庭、皆さんのお庭にぜひイルミネーション飾ってみてはいかがでしょうか。僕もいよいよ追い込みになってきましたよ。イルミネーションそろそろもう始まっているお宅があるので、僕もあさってますけども、今日は木曜日で仕事が休みなので頑張って取り付けていこうと思います。今日の作業はこちら。はい、このお城ですね。去年取り付けたこのお城、頑張って今日も取り付けていこうと思いますよ。はい、そして朝バラの香りで元気をもらってから取り付けていこうと思います。ではでは、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらですね、バラ咲いてますよ。こちらのクロードモネ、このトナカイのイルミネーションの前で凛として咲いてくれておりますよ。さあ香りはどうかな、くーちゃん。最高最高。あー、甘くて爽やか。あー、目が覚めてきました。来たー、愛の目覚め目覚め。とりあえず穴行きの城の方は組み立てることできましたよ。ちょっと一部不点灯のところがあるんで、そこはまあ修理して夜光らせようと思います。楽しみです。頑張ったねー、とこさん頑張ったよー。あー、でもまだこちら、はい、美女と野獣の方、こちらをまだやってかなきゃいけないんで、ちょっと休憩してから美女と野獣やっとこうね、くーちゃん。そうだね、怪我のないように頑張ってね。 ありがとうね、くーちゃん。よし、ちょっと休憩です。
うわ、くーちゃん、すっかり遅くなったね。もう疲れたよ。とこさんよく頑張ったね。なんとか皆さん今日、お城を2つ、はい、建てることできましたよ。ではでは皆さんに今日の成果、見ていただきましょう。ではではお城光りますので、お楽しみにしてくださいね。
動画いかがだったでしょうか。なんとか頑張ってお城2つ光らせることができました。なかなか上の方に上げて光らないとか接続が大変なところがあったりとかも苦労しましたけども、こうして無事に怪我もなくお城が光ることができましたよ。まだまだちょっと足らないとこありますけども、だいたい 70% ぐらいは完成したでしょうか。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとねん。また見てねん。はい、これが分かった方は外のジブリ好き